2022年、史上最年少で三冠王に輝いた、村神様こと、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆。2022年の村上は、三冠王だけでなく、王貞治氏のシーズン55本塁打の記録を破り、シーズン最終戦、最終打席で56本塁打を記録。輝かしい成績を残した、2022年のシーズンでしたが、村上はシーズン終盤に55本塁打を放った後、極度のスランプに陥っていました。そのスランプは日本シリーズまで続き、オフシーズンを挟んで迎えた3月の WBC まで続くこととなります。あれだけの成績を残した打者が、これだけ長いスランプから抜けられないのは大きな理由があるのでしょうか。さらに村上は2023年シーズンが開幕してもこのスランプから抜け出せなくなってしまったのです。2023年シーズンも続くスランプの原因は WBC で日本中を沸かせた大谷翔平が関係しているようです。 WBC で大谷と村上の間に一体何があったのでしょうか。村上がスランプから抜け出せない本当の理由を WBC のコーチ経験者が激白しました。村上宗隆の経歴。村上宗隆は小学生で本格的に野球を始め、4年時に詫間南翔野球クラブに入団しました。中学時代は熊本東シニアに在籍、そして高校は熊本の強豪九州学院に進学しました。高校時代のポジションは一塁手や捕手。入学直後から4番を任され、1年生の時は夏の甲子園にも出場しました。甲子園出場はこの1回だけでしたが、3年生の時は主将を務め、高校通算52本のホームランを放っています。甲子園での活躍は見られませんでしたが、プロのスカウトは村上の才能を高く評価していました。ドラフトでは清宮幸太郎に指名が集中したこともあり、村上は外れ1位で東京ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツ、東北楽天ゴールデンイーグルスの3球団が競合。当たりくじを引き当てたヤクルトへの入団が決まりました。プロ1年目はイースタンリーグで実績を残し、9月に1軍へ合流。初打席でいきなりホームランを叩き込むという衝撃のデビューを飾りました。高卒新人の初打席本塁打は史上7人目の快挙でした。2年目の2019年はまさに覚醒という言葉がふさわしい1年に。開幕スタメンを勝ち取ると、5月にはプロ入り後初めて4番に座り、そのまま全143試合に出場。シーズンを通して36本のホームランを放ち、新人王も獲得するなど飛躍の1年となりました。2020年も勢いは止まらず、120試合で打率3割7厘、28本塁打を記録。初のベストナインにも選出。リーグ屈指の強打者としての地位を築いた村上は、2021年、東京2020オリンピック日本代表、侍ジャパンの一員に選出されました。オリンピックでは全5試合に8番三塁手として出場。アメリカ合衆国との決勝では、決勝打となる先制ソロホームランを放ち、オリンピック初アーチで金メダル獲得に貢献しました。また、この年のレギュラーシーズンではキャリアハイとなる39本塁打、112打点を記録。本塁打王に輝いたほか、初めて最優秀選手賞を受賞しました。そして、2022年は記録にも記憶にも残る偉業を達成したのです。序盤から打ちまくり、7月から8月にかけて史上初の5打席連続ホームランの快挙も達成。9月13日の巨人戦では、
王貞治氏に並ぶ55号目のホームランを放ちました。その後はやや不振に陥ったものの、レギュラーシーズン最終戦で56号ホームラン、1964年の王氏の記録を破り、日本人史上最多かつ NPB 歴代2位の大記録を打ち立てました。またこの試合で令和初、史上最年少での三冠王も達成。最高出塁率賞と合わせて4冠。さらには2年連続の MVP にも選ばれました。あまりの活躍ぶりから、村神様というニックネームも定着。村神様は、ユーキャン、新語・流行語大賞の年間大賞にも選出されています。スランプは、2022年のシーズン中からだった。2022年の村上の活躍は、日本中の野球ファンに強烈な印象を与えました。特に、王氏の記録を破った56本塁打は、最終戦で放ったこともあり、インパクトがありました。しかし、村上は128試合目で55本塁打を放ったものの、その後は11試合連続でノーアーチ。さらには、安打も出なくなり、打率3割3分7厘から3割1分8厘まで下がるスランプに見舞われていたのです。その際、他球団のスコアラーは、村上も人間です。打てない時期は必ず来る。確かに勝負を避けられることが増えているが、ミスショットも増えている。体の開きが若干遅くなり、バットが遅れて出ているので、速い球に差し込まれている。記録への重圧もあるでしょう。と分析していました。また、平成唯一の三冠王として知られる松中信彦氏は、よく打っていた時は右足を上げて左足に重心が来る時間があるんですけど、今は軸足に乗る時間が少ないんですよ。だから間がないですし、ゆっくりとタイミングを取れていない。今はボールを線ではなく点で捉えているので調子が落ちている。ボールが上がらないので強引に振りに行って引っ張ったらゴロが多いという悪循環になっている。続けて、こういう時こそ緩いボールを打ってしっかり一回左足に乗る時間を取る。少しでもその間があればすぐ調子は戻ってくると思うんですけどね。ここが修正ポイントじゃないかと思います。と、2022年シーズン終盤の村上のスランプの理由について解説しています。大記録への重圧とチームの日本一にかける思い、2つの重圧が主砲村上にのしかかったのか。村上の不調はこの先も続きます。2年連続同一カードとなったオリックスとの2022年の日本シリーズ、村上は初戦にホームランを放ち、悪い流れを断ち切ったようなスタートを見せ、3戦目には2安打3打点と活躍。しかし、4戦目から6戦目までノーヒット。第7戦の4打席目にヒットを放ちますが、それまで17打席ノーヒットという極度のスランプに陥っていたのです。このシリーズ、チームを牽引することを期待された村上は、打率1割9分2厘、1本塁打に終わり、チームの2連続日本一も逃すこととなりました。WBC でも続くスランプ。村上はシーズン終盤から日本シリーズにかけて悔しい思いをしました。そんな村上に野球の神様は続けて試練を与えました。シーズンを通しての成績から、2023年に行われた第5回 WBC の日本代表に選出された村上。侍ジャパンの監督、栗山英樹監督は村上のことを、国民の皆さんが何をしてくれるのかと楽しみにしていると思う。能力の高い選手で、天井はもっと上にあるはず。我々が想像していないことをしてくれると信じている。それをしっかりと
見させてもらいたいです。と期待を寄せました。そんな時期も重圧となったのか、村上はこの大会でもスランプは継続。7試合に出場した村上は打率2割3分1厘、1本塁打、6打点と不振を極め、準々決勝のイタリア戦からは4番を外されました。23歳という若さで日本球界最強バッターになり上がった村上の長い長いスランプのトンネルには多くのファンが心配しました。3度の三冠王の経験のある落合博満氏は WBC 大会前の2月に行われた練習試合でノーヒットだった村上について、この時期にゲームに出られるというのは状態がいいはずですから、1ヶ月もあればホームランバッターはボールに慣れるまで多少時間がかかりますので、触れるということはいいことだと思いますと問題ないのではと提言。落合氏の言葉のように1ヶ月で復活とはいかず、 WBC で苦戦を強いられた村上でした。準決勝のメキシコ戦では3打席連続三振を喫するなど、試合終盤までバットから快音を出すことはできませんでした。しかし1点ビハインドの土壇場9回裏の打席で2人のランナーを置き、フェンスまであとわずかというセンターオーバーの逆転サヨナラタイムリーツーベースを放ちました。最後の最後に自らのバットで敗退寸前まで追い詰められた日本を劇的勝利に導いたのです。落合氏は劇的な一打を放った村上のことを、今大会は村上本来の動きとはだいぶ違ってたと思う、良かったのは最後の打席だけと村上の状態の悪さを指摘し、手放しでは喜べない様子だったものの、日本を救ったバッティングを評価していました。現在の村上選手の状態は、そんな村上の不調もよそに2023年3月31日にプロ野球が開幕し、野球ファンは待ちに待ったシーズンに盛り上がりを見せています。村上は神宮球場での広島との開幕戦で4番サードでスタメン出場。初回2アウト2塁のチャンスで迎えた2023年の第1打席、広島の先発大瀬良大地のボールを振り抜き、バックスクリーン左に飛び込むホームランを放ちます。これでようやく長いトンネルをくぐり抜けたかと思われましたが、まだ村上選手の不振は続きます。4月の村上の成績は打率1割5分2厘となり、台がつくほどのスランプに陥っていました。さらに5月2日に東京ドームで行われた巨人戦では今季40個目の三振を喫し、セリーグのトップを独走。143試合に換算すると211個ペースとなり、日本記録を大きく超える三振の数となっていました。去年とはまるで別人の姿にファンからは、去年三冠王だったよな、めちゃくちゃ心配やな、まだ若いから大丈夫だとは思うけど、彼は4番にいなければいけない、など様々な心配するコメントが寄せられていました。心配する声もあれば、我慢のできないファンも。同じく2日の巨人戦、4対4で迎えた8回のヤクルトの攻撃、先頭で村上が打席に立つと応援歌が始まる前にレフトスタンドから、気合を入れろ村上の大合唱が行われました。本拠地神宮でもあまり聞かない異例の劇が飛ばされたのです。このような事態にまで陥った村上の状態の悪さの原因について、元ヤクルトの監督真中満氏は、タイミングの取り方が合ってないと思います
左足にもうちょっと体重を乗せて、左足で球を待つような状態が欲しい。と説明。同じく、ヤクルト OB の若松勉氏も、ちょっとボールを呼び込みすぎじゃないかなと思いますね。振り遅れというかね、そういうスイングが結構多い。自分で頑張っていかないとダメですね。誰も助けてくれないので、プロの世界は厳しいからね。と、振り遅れが原因と解説した上で、村上に辛口エールを送っています。また、ある番組に出演した鳥谷隆氏は、番組 MC から、村上は WBC の疲れがあるのか?と尋ねられると、疲れはあまりないと思うんですけど、WBC では大谷を見ている。大谷は、打者としてはタイミングをなるべく取らないという形で、より小さい力で飛ばす。村上もタイミングの取り方とか、いろんなことを多分いじったと思う。と話し加えて、現在の心理状況について。大谷はこれくらいの力でこんなに飛ばすんだ。自分はもっと打てるはずだ。と思ってますよね。と、不調の原因は大谷の影響があると指摘しています。さらに、2013年の WBC で戦略コーチを務めた、現在、新潟アルビレックス監督の橋上秀樹氏も、意識するとも、大谷のすごいスイングが残像として頭に残る。それが力を抜くことのできないスイングにつながっていると思う。と、大谷が影響しているのでは?と、見解を示しています。もちろん、それは村上本人もわかっているようで、WBC で大谷のスイングを見てしまったせいで、スランプの沼から抜け出せなくなってしまった。大谷の真似をしているわけではないけど、タイミングの取り方がわからなくなってしまった。などと、球団関係者に漏らしているようです。プロ野球が開幕も、苦戦中の村上には、多くの解説者が原因を探っているようです。そんな中、WBC 中も、村上にコメントを送っている落合氏は、開幕戦でホームランを放った村上に、素直な打ち方してましたね。と、納得の表情を見せています。WBC の準決、決勝から状態が良くなってきたのか、問われると、まだそこまでではない。と語りつつも、まだ開幕したばかり、シーズンは長いんでね。出だしが好調、あんまり関係なく、トータルで見ていった方がいいだろうと思う。だから、あんまり一喜一憂せずにね、打つ選手は打つ。と、村上にエールを送っています。実は、落合氏は昨年、一回取ったら目指さざるを得ないんだろうと思う。それは、目指すべき領域なんだろうとは思う。自身も、その思いはありましたよ。出なきゃ、何のために野球やってんだっていうようなことになっちゃうんでね。と、2年連続三冠王を目指してほしいと、期待のコメントをしていました。ここから復調し、暴れまくることを村上には期待したいですね。令和初の三冠王を手にした村上でさえも、大谷の打撃を目の当たりにすると、自分のバッティングを見失ってしまうようです。大谷が日本でプレーしていたら、どれほどの記録を打ち立てるのでしょうか。普通の打者であれば、すごいな、で終わるのかもしれませんが、村上の領域だからこそ、どうしたら大谷に近づけ、そして大谷を超えられるかを考え、実践している過程なのかもしれません。そして、村上も壁を乗り越えて、さらにレベルアップした姿を見られることを期待したいですね。また一段階、大谷に近づいた村上を見れることを期待して待ちたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは今後もプロ野球の動画をアップしていきますので、高評価と
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。